皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、正の数と負の数の15回目、今回は乗除の混じった計算、掛け算と割り算が混じっている式の計算、これについてお話しします。この掛け算と割り算が混じった式の計算、これは割り算の部分を掛け算に直して乗法だけの式にして計算します。この割り算を掛け算に直す方法は逆数と割り算、前回14回やった逆数と割り算のところで説明しているので、そちらを参考にしてください。ではここでは実際にどう計算するのか、練習問題3問使って説明していきます。括弧1、マイナス4割る12かける9と、ここに割り算があります。この部分を掛け算に直します。とマイナス4かける逆数で12分の1かける9とこうなります。これ約分しますね。4と12約分すると12は3になると、この3と9も約分します。で、負の数が1つ入っている、奇数が入っているので答えは負の数になってマイナス3というのが括弧1の答えです。括弧2番です。4分の3かける6分の5割る8分の9、この部分を掛け算に直します。4分の3かける6分の5かける9分の8と、でこれ逆数にしますね。ここで約分をします。4と8も約分しましょう。4は1、8は2になります。3と6も約分します。3は1、6は2になります。今6が2になった、ここの2と8が2になっているので、ここも約分します。答えは9分の5とこうなりますね。では括弧3番です。括弧マイナス9分の8括弧割る 0.3 割る括弧マイナス4と、ここに小数が出てきちゃってるんですけれど、小数はまず分数に直しましょう。 0.3 は10分の3ですから、マイナス9分の8割る10分の3割るマイナス4と、こういう式になりますね。次に割り算を掛け算に直します。イコール括弧マイナス9分の8かける逆数にして3分の10かける括弧マイナス4分の1とこうなります。約分できるところを探すと8と4がありますよね。8が2になって4が1になります。この掛け算の中に負の数が2つ偶数個あるので、答えは正の数になりますね。これを計算すると分母は草27と、そして分子は 2×10 で20と、27分の20というのが答えになります。このように乗除が混じった計算では割り算を掛け算に直して計算する、今回はこのことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。